飯森のりちか5月17日台は、日本の指揮者、東京交響楽団正指揮者、日本センチュリー交響楽団主席指揮者、山形交響楽団芸術総監督を務める。ドイツ音楽などのほか、西村明や、マウリしをかあげるなど現代音楽も、得意とする。神奈川県鎌倉市生まれ、神奈川県立大浜高等学校、東邦学園大学指揮科卒業。 大学卒業後、ベルリンに留学。1985年、民音コンクール式第2位。1987年、ブザンソン国際指揮者コンクールで2名の同格入選者のうちの1人となる。1988年、マスタープレイヤーズ国際音楽コンクール大賞受賞。1989年から、バイエルン国立歌劇場にて、 ボルフガング・サバリッシュの下で修行を積む。1994年に東京公共楽団の専属指揮者となり、同楽団のポルトガル演奏旅行などを指揮2004年より正式者に就任。また、1994年から98年には、モスクワ放送公共楽団特別客演円指揮者を、1995年から2002年まで広島公共楽団の正式者を務めた。 アルトゥール・ルービンシュタイン・フィルハーモニー、還元楽団主席客演指揮者、山形公共楽団ミュージックアドバイザー兼、常任指揮者、泉、シンホニエッタ大阪常任指揮者、大阪音楽大学ザ・カレッジ・オペラハウス、還元楽団常任指揮者を歴任。1999年に、北ドイツ放送フィルハーモニー還元楽団を指揮した、他、フランクフルト放送公共楽団、 ケルン放送交響楽団、チェコフィルハーモニー還元楽団、プラハ交響楽団、ドルトムント歌劇場、バーゼル交響楽団などで客演している。2001年9月からは、バーデンビュルテンベルク州のビュルテンベルクフィルハーモニー還元楽団の音楽総監督に就任。2006年2月の日本ツアーを導き、同年7月には日本人指揮者がドイツのオーケストラと共演する。 ベートーベン公共曲全集の発令となる CD をリリースした。2003年9月、NHK 公共楽団定期演奏会で、グスタフ・マーラーの公共曲第1番を指揮し、NHK 公共楽団の年間ベスト10コンサートに選出された。2007年の NHK ニューイヤーオペラコンサートの指揮を務めた。2006年度芸術選賞新人賞を受賞。 2014年4月から日本センチュリー交響楽団主席指揮者に就任。2020年1月から東京厚生ウィンドオーケストラの主席客演指揮者を務める。料理が得意で、親友の指揮者、藤岡幸雄によると、まさか彼が料理をするとは思わなかったし、その微味に、ショックという腕前のダメカンタービレの指揮演技指導をしている。 2008年9月13日公開の映画、送りビットでは、元木正宏演じる主人公がチェロ奏者を務めていた東京のオーケストラの指揮者として出演。演奏曲目は、ベートーベンの公共曲第9番第4楽章の1部分。マウリシオカーゲルの指揮者が倒れるという指示が出されている曲、フィナーレを日本で指揮経験のある唯一の指揮者であり、その指揮の模様は、 トリビアの泉、素晴らしき無駄知識で取り上げられたこともある。ありがとうございます。